テレビ業界に興味がないのは本音。しかもテレビ業界は何よりも利権が渦巻いている。コマーシャライズされ、広告会社や大手事務所のパワーゲーム、想像以上に利権が渦巻いている世界。その渦に巻き込まれれば疲弊するのは目に見えている。しかも時代はネット社会に移行し、テレビというマーケットのパイが年々小さくなっている。ごくごく限られた枠をつかみに大手事務所がせめぎ合う中、そこに入るということは必然的に激しい競争に巻き込まれ、余計な揉め事が起きるということ。ただでさえ異端児扱いされているのにだ。大荒れの海に何度も飛び込むのなら、僕は美女たちが観戦する高い崖の上から飛び込むことを選ぶ。何度も飛び込まない。テレビの中に居続けることを僕の主たるビジネスだと感じてはいない。自分のブランド価値を上げるための一つのツールではあるが、その世界の人になろうとはしていない。そのスタンスは崩さない。